チャンプの桜箱を披露、ずんだちゃんのずんだちゃんのOkay.
日々ののモニターになってる顔のあの日々ののあのコピーみたいな、いたのが分かったような分からないような感じでしたけども、日々のです。そしてもう一人ご紹介いたします。六本木アトライト2015メディアアートディレクター、斉藤誠一。出ました斉藤。アートトラック明けの中からの登場です。今年の目玉はアートトラック、メディアアートが街の中を走ります。改めまして、アート誠一。ここは全く外の状況がわからず、外の状況がわからず、どうでしたか、こんな状況になってたんですね。1時間前から箱の中に入ってました。はい、なんかもうあのテムテムでね、はい、今このアートトラック、はい、ぐるぐる回ってますね。はい、今回はですね、日々のさん、これから意気込みを聞くんですけど、春は揚げ物というタイトルで、今回はアートトラックという、まあ、中に、見ていただくと分かるようにミラーボールが入ったトラックがここにありますが、今回、まあ、毎年のアートナイトと同じように3拠点を、これが、まあ、六本木の街をですね、走り回る、ということをこれからするのと、あと日々のさんの方にも、まあ、あるよね、提灯が満載になったですね。で今回光るつながる参加選挙のタイトルになっているので、まあ実際にスマートフォンで、コントロールができるように、そういうトラックを、はい、今回はメインに仕掛け満載の、はい、させていただきました。で今回から、まあ、新人に、ならさせていただいた、メディアアートディレクターの、メディアアートディレクター、はい、そうですね、まあ、今年、まあ、今までもメディアアートディレクターさん、六本木アートナイトの中でも入ってたんですけど、まあ、2020年のオリンピックが決まって、もっと、まあ、街とテクノロジーのアートっていうのが結構大きなキーワードになってるんですよ、ね。はい、斉藤さんのね、もし街が生き物だったらという、そのキーワードから始まったこのアートトラック、はい、なので、その意識の作品がたくさんありますので、ぜひ、ワンナイト、また明日の夕方6時までやってますので、ぜひ皆さんに楽しんでいただければなと思ってます。はい、ところで日比野さんのこの意気込みはね、はい、もうあの光るつながる参加する、このアートトラックを中心にして、そして今紹介して、したね、アーティストたちが、はい、100組を超えるアーティストたちが、今宵街の中で、はい、光りつながり、そして、みんなと参加する作品が、はい、山盛りです、はい、そしてですね、春は明け物、今年は、6回目にして結構一番あったかいアートナイトではないか、はい、天気も持ちましたし、いつもこの上にもう一回ダウン来ましたからね。今年ダウンないです、はいはい、このゴールデンウィーク前の本当、春ガンマン、はい、間もなく、そして明け方を迎えるこの春の明け物、この瞬間をですね、みんなとこれからコアタイム始まります。はい、そして明け方まで、この六本木の街の中でアート満喫、春満喫、そして初夏向けた徹夜明けのアートマルケの、自分たちに生まれ変わってですね、この勢いでね、はい、次回そして2020向けていきたいと思います。はい、では皆さん、アーツの皆さん、六本木アートナイト、カッパ君いいですか。はい、はい、あ、僕の顔もある、はい、はい、4号を幕開けしたいと思います。はい、じゃあ最後さん一緒にみんなで書きようよ。そうですね。